日本国神奈川県横浜市神奈川区三枚町三枚町は神奈川県横浜市神奈川区の地名。住居表示は未実施で町名は設けられていない。神奈川区西部に位置し、西の脇、山王、森、宮原、渡るよろし屋敷、八丹町、戸張り幅坂、牛道根、天根屋、矢崎、向井原、上天屋、牛道根源、向井隆家の小技がある。 南東は片倉、南西から北にかけて、羽沢町に接する。北西部の菅田町及び菅田町の飛び地との境界は、入り組んでいる。北東片に三枚町の飛び地があり、菅田町、片倉と江北区、鳥山町、岸根町と接する。町の西部を南北に、第三京浜道路がかすめ、羽沢インターチェンジの一部が、町域にかかる。町内を東西に、 幹線道路の環状2号が縦断し、飛び地部分には新横浜通りが南北に通る。環状2号に並行して、東海道新幹線と相鉄 JR 直通線の線路が通るが、駅は町内にはなく、町の西部から800メートルほど離れた相鉄 JR 直通線、羽沢横浜国大駅が最寄りとなる。 飛び地部分からは南に600メートルほどのところに横浜市営地下鉄ブルーライン、片倉町駅がある。このように鉄道駅からは離れているため公共交通機関での移動は路線バスがあるじになる。3枚町停留所から横浜市営バスにより横浜駅西口、新横浜駅、鶴上根駅方面、総鉄バスにより横浜駅西口、小机駅、 新横浜駅、上星川駅方面、神奈川中央交通により、新横浜駅、小戸谷駅方面への路線が運行されている。町の中部にある八反橋停留所からは、六角橋、東神奈川駅方面への横浜市営バスの路線がある。住宅は新幹線の北側にが多い。環状二号の南側には、農地が広がり、神奈川県立上京高等学校、 日本味噌や金属加工会社村の成功の工場、ゴルフ練習場などがある。町内のコンビニエンスストアでは、町名にちなんだ日本酒、清酒三枚町が発売された。江戸期から1889年までの吉祝軍三枚橋村におおむね相当する。三枚橋村の村高は、田園坊によると119国余り、そのうちた76国余り。 畑42国余り。玄禄豪町、天保豪町ではいずれも119国余り。休校給料によると120国余りと記録が残る。新編武蔵風土気候によると、江戸から8里、東西10町余り、南北20町、家屋20軒、陸電が多い。南に1町ほどの飛び地を有する旨が伝えられる。1889年4月1日。 町村制の施行により三枚橋村と小机村、鳥山村、岸根村、葉沢,沢村、下姿村、片倉村、関大寺村、六角共村が合併して小机村が発足。三枚橋は小机村の大あざとなる。1902年に小机村は村名を白豪村に改めた。明治時代には茶の栽培が盛んになった。 1927年4月に白合村が横浜市に編入され、白合村大技三枚橋は横浜市三枚町となる。同年10月には区政志行により神奈川区の一部となった。1964年には金城味噌のブランドの江戸間味噌を生産する日本味噌の工場が町内に設けられた。 2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は 以下の通りである。ありがとうございます。